ジョン・アンダーソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1932年に開催されたロサンゼルスオリンピックの男子円盤投げで金メダルを獲得した。アンダーソンは1928年アムステルダムオリンピックと1932年のロサンゼルスオリンピックの2回連続で男子円盤投げのアメリカ合衆国代表として出場している。 19の国から34人の選手が出場したアムステルダムオリンピックでは予選を通過したものの決勝で5位に終わりメダルには手が届かなかったロサンゼルスオリンピックの男子円盤投げは11の国から18人の選手が出場して予選なしの決勝のみで実施されたアンダーソンは 当時の世界記録を保持していたポール・ジェザップを破ってオリンピックアメリカ合衆国代表最終選考会で1位となった。参加選手中最高の記録を持っていたジェザップはオリンピックで本来の力を発揮できず45メートル25センチの記録で8位に終わった。アンダーソンは6回の試技中の2回目でトップに立ち4回目の試技で 当時のオリンピック記録を更新する 49m49cm の投てきに成功して金メダルを獲得した。その後、1933年の AAU 主催強議会で優勝し、1936年6月に実施されたベルリンオリンピックのアメリカ合衆国東部地区代表選考会では、生涯最高となる5 0 m 6 2ンチの記録を出したが、 オリンピックアメリカ合衆国代表の座を勝ち取ることはできなかった。彼は砲丸投げにも取り組み、1929年に開催された IC4A の室内競技会で優勝している。コーネル大学在学中、アンダーソンは陸上競技の他にフットボールでも活躍し、 陸上競技チームの首相と学生評議会の会長を最上級政治に務めた。また、クイルダガーの会員にも選ばれていた。後にアメリカ合衆国海軍に入隊し、海軍少佐に昇進した。1948年、アラスカ州で脳内出血のために41歳で死去した。コーネル大学はアンダーソンの功績を称え、 1978年に彼をコーネル大学の殿堂入りさせている。アムステルダムオリンピックでの男子円盤投げ決勝は予選上位6選手のみが出場の資格を得ている。アスレチックスワットザ1928アムステルダム。 サマー・ゲームズメンズディスカススロークオリファイングラウンドアーカイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン2011年10月1日閲覧アスレチックス・アット・ザ・1928アムステルダムサマー・ゲームズメンズディスカススローファイナルラウンドアーカイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン2011年10月1日閲覧 ポール・ジェスップ・オリンピックス・アット・スポーツ・レファレンス・ドット・コム・アーカイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン2011年10月1日閲覧 ABC ・アスレチックス・アット・ザ・1932ロサンゼルス・サマー・ゲームズメンズ・ディスカス・スロー・アーカイブド2020年4月17日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン2011年10月1日閲覧 クイールダガーは1893年に創設されたコーネル大学の学生友愛会で成績優秀なものや際立ったリーダーシップを示したもの、人格的に優れたものなどが入会を認められていた。コーネルユニバーシティ・ホール・オブ・フェーム2011年10月1日、閲覧。ありがとうございます。